大阪天満宮天満天神恵比寿祭り、ぜひ来てください。ありがとうございます。ありがとうございます。皆様お手を拝借。打ち回しょ、もう一つ三杯繁盛、おめでとうございます。本日ご来社いただきありがとうございます。石垣こころです。こころさん、東京大学の 1回生です。専攻はこれ今回何人、今回約300名から、はい、応募いただきまして、はい、25名選ばせていただきます。私は高校受験の時に本気でチアリーディングができる高校の合格祈願のために大阪天満宮に参拝し、無事合格することができました。その時の感謝の気持ちをご奉仕という形でお返ししたいと思い、この度応募させていただきました。私も同じように受験で、小学校の時の中学受験と、あとの高校生の時の大学受験の方で大阪天満宮さんにお世話になって、はい、でもまあ一番自分の人生の中でお世話になった神社だと思っていて、その自分の人生の節目になんて大切な、まあ、なんて言うんだろう、そういった時に関わらせてもらった神社としてすごく大事に思っているので、ここでご奉仕したいと思って応募させていただきました。チアリーディングは長いことされてるんですか？高校3年間やらせていただきました。もともと地元はこちらなんですか？東京大学ってことですか？はい、はい、ずっと近くで、大阪天満宮の近くで。なるほど、住んでいました。わかりました。大学生活はどうですか？今結構コロナ禍とかで大変と思いますけど。そうなんです。サークルとか入らせてもらってすごい楽しい生活を送らせてもらって。こころさんは？私も同じように対面の授業もだんだん増えてきて、うん、ほぼ全部対面で、まあ、クラス制度とかもあって結構わきあいあいとわきあいあいとやってます。楽しいです。よかったです。ありがとうございます。私はその時その瞬間を大切に日々過ごしています。参拝者の皆様にお会いできるのも何かのご縁で、とても大切な瞬間だと思います。多くの神社がある中で、やっぱり大阪天満宮に参拝してよかったなと心から思っていただけるように、笑顔と心を込めてご奉仕したいと思っております。ありがとうございます。じゃあ挑戦お願いします。私もこの大阪天満宮にはゆかりがあるのでここでご奉仕させていただけることをすごく大変喜びに思っていて、まあ、ここに来てくださる方々にも元気になってほしいし、この1年大切に過ごしてほしいし、まあ、来てくださる方の幸福を願えるように、私も元気いっぱい精一杯ご奉仕していきたいなと思っております。ありがとうございます。ちょっと関係ないですけど、なんかお二人今後将来の夢とか、なんかもしあれば教えていただけますか？私はコミュニケーションを通じて人を笑顔にできる仕事に就きたいと思っています。はい、高校、大学、アルバイトでたくさんの人と関わり、元気をもらい励まされてきました。社会に出てからはその感謝の気持ちを仕事にしたいと思っております。ありがとうございます。私もまだ明確には決まっていないんですけれども、今理系の大学生として学ばせていただいてるんですけれども、他にも芸術だったり経済だったりとか、まあ、いろんな今多様性って重視されるじゃないですか。そんな中で、まあ、自分にしかできない仕事をしたいなと思って、まあ、しっかりいろんな知識を身につけて自立して、まあ、多くの人々を幸せにできるような仕事ができたらいいなと思っております。ありがとうございます。あと僕読むんで来年1月9日から11日、大阪天満宮天満天神恵比寿祭り、ぜひ来てください。ありがとうございます。ありがとうございました。